皆さんの代表として来ていただきますから。でちょっと開脚をしてくださるってことなので開脚してくださる体が硬い柔らかいって例えばストレッチハーツの時とかも例えば手を上げづらいとかいろんなことありましたけれども皆さんこういう本ありましたよねなんか180度開脚を1か月とかまあそのぐらいの期間でやりましょうみたいな僕も買いましたできない痛いののよあね 足ね、広がらないとダメなんですよ分かる私と近しいものがあるんで今これ今ね、まね皆さんもこんな感じでもしもこれディープアタッカーが皆さんのとこ届いたらまずこれやっていただきたいんですよで足が広がらないということは何が問題かというとやっぱり一歩足が出ないとかまあどうしてもねいろんなところねちょっとね違和感とか痛みで僕なんかを広げると「いてててててて」てこれあのお相撲のこのままやっていって例えば。 って頑張ってやったら痛いばっかりで上からね学生の時ありましたよね上から背中の上に乗られて足膝を押さえられてグって乗ったら「痛てて,ててて何すんだ」とかって言っても広がらないでしょ全然でもこれ本当今スイッチ入れてくれましたけど今スイッチ入れましたけど真ん中のこの黒いポッチピンクのところね黒いポッチを長尾ここね黒いポッチで我々の体は。 この足が開かない原因というのがあるんですよ足が開かないのを頑張ってグイグイ,グイ,グイやってましたけど、ええ、どこをやったら足が柔らかくいや要は広く ね、広げることができるかっていうのが分かってます膝の裏なんですよ背中をこう押して前に倒れてましたけど膝の裏はいこれいくら上からもうね学生の時みんな経験ありますよね体育の時運動する前にストレッチを二人一組になって上から人に乗られて膝を抑えられてめっちゃ痛いもう切れる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 ってあんなに頑張ってたのが嘘のように <laughs> 本当にね あの重さにに耐えられるる体なわけですよ正直自分でストレッチやるの大変ですもんねはい実はストレッチやらなきゃいけないのは分かってるんですけどなぜかというとストレッチハーツっていうのを右足左足やっていただきました当ててただけですよ膝裏何をしたかというと膝の裏当ててただけですこれで何が起こるかさあいきますよ要は開脚ですお願いします当ててただけストレッチと併用ほら待ってこれねテープ限界だったんですよね これね、うん、みんなこうななるんですよ、えー、なぜかというと、うん、膝の裏に人間の足が広がらなくなるようなロックがあります、うん、要は鍵があるんです、はい、この鍵穴を揺らして取りました是非、うんうん、皆様ストレッチと併用することによ効果でございます、はい、一時的なんではあるんですがすごい効果ですねこれ あの毎日日々日々ね痛いのに広げて広げてっていうこと皆さんやってたと思うんですけど、えー、そんな必要ありません、はあ、なぜかというと膝の裏にそのトリガーポイントこれね難しいんですよ筋肉って実はいこれねいわゆるあぐらなんですけれども。えー あの体育座りをね、開いた状態ね、僕ね、ね、実はこれできないんですよ。なぜかというと、僕ね、足を複雑骨折してるんで、片方の筋肉が僕のほリハビリがなかったですから、固まってしまって、僕もね、同じような状態、これ姿勢悪いですよね、前かがみになってね、あの背中も伸びてないですね、これ、実は、ですね、鼠径部、いわゆる股ですね、股のところが広がらないと、足、ぴったりと下ろせないんですよ。 このような状態ね硬い状態これどこ当ててるかというと先ほどは膝の裏を当てて股を開きましたこのあぐらをかいてというか体育座りの状態から要は下にぴったりつきたいんですよねはい膝が床につきたいんですけどこのぐらいの方いっぱいいらっしゃると思いますこのそけ部実はここが硬くなりますここが硬くてロックされるんでもう自分で触っても分かりますよねグリグリしてると思いますここの部分をいわゆる腸腰筋という筋肉あるんですけどはい そこですすね今いててほぐしま気持ちいい当ててるだけ当ててるだけです当ててこの鼠径部を何かこう自分でしなきゃいけないことありませんただ電源を入れて重さがありますから何でもうねもう結構ですよ今ね大体ね2分2分ぐらいやっていただきましたたったの4分四4分ねだから片方2分片方2分ってやっていただきましたはいこんな感じでさあいきましょうじゃあストレス栄養で 一時的な効果ではありますが、はい、ちゃんと。あら。ちょっと待って。さっき、ね、でした。これ。うん、はい。これですよ。これ。楽です。この辺が。これね、あの、あくまでも、今、えー、ただ置いただけですから、ストレッチと兼用してないんで、これね、一時的なんですよ。でもね、一時的でも開くことが非常に大切で。なぜかというと、開くことを忘れてるんで。これによって、今ね、なんで開かなかったのかっていうことが理解できたんですよ。うんはい 実はいろんなとこぐいぐいやるよりも、これね今ねパタパタ動かしたらもっと動くようになりますよ。<え>パタパタ動かす。ストレッチと一緒に。はい。本ほらパタパタっ<ご>もっと動くようになるよ。<laughs> ちょっと待ってなんかすごくこの辺が柔らかくなってきましたねだってさっき全然でしたもんねこの鼠径部は非常に大切なところでリンパも通ってますからやっぱりねくちゃなんですよなるべくリンパのあるところはこのしっかりと当てて頂いて伸ばしてあげることが非常に大切です西畑さんね67歳の森田さんごめんなさいねどうですか使ってみて痛いとかありましたいや全然 最初はちょっとね怖いかなと思ったんですけど全然で気持ちがいいですね。えー、どん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 ね汚、はい、れたね<何>下についてましたね。<ぁ>うんうんびっくりすごい。はいどなたでもこうなりますかね。でも関係ない。はい なぜかというとこれは運動でも何でもなくて人間のの体中ににどここががでできるるかかといってす先ほどみたいに開脚のできない方はどこに自分のロックがかかってるか要はね鍵をかけちゃうんですよ自分で。で鍵のかかるところはトリガーポイントといって実はなきいけないのかって何もしなくても体は硬くなるトレーニングしすぎても体は硬くなるみんな一様にほぐさなきゃいけないんだけど。 日本人には日本人用のものがなきゃいけないんですよ。うんうん、なのでこれ作りました。うん、色もそうよ。そう可愛い,いの。でもね。はい。なかなか私も上がらなくなりました。はい。うん。それマイミちゃんちょっとなんかお肉が増え <laughs> 皆さん思いますよね昨年ちょっとはいこれね万歳です万歳実はですねまっすぐ手が上がらない方非常に多いですよねえ分かるどんどん上げにくくなったもんまあ僕よりねちょうどね一回り上ぐらいの先輩ですけどこんな感じ今ねビフォア撮ってますからねこれどこに当てるかといったらはいい脇の方に当ててきます先ほどのあもう当ててくださいね今みたいに真ん中ねポンポンってやるだけですこれ 脇の下にも先ほどの鼠径部と同じようにリンパが走ってるんですよ、<え>はい、リンパが走っていて、うん、こういうところも、ね、実はね脇の下、前道ちゃん、それさ、やる前に脇の下、さっきみたい触ってみて、この辺こうやってぐりぐりって、膝の裏みたいに、めっちゃ痛いでしょ、<た>こんなとこさ、みんな触らないじゃない、こ,こ,こいいですよもう大丈夫です、もう今しゃべってる間に2分ぐらい経ちましたから。 先ほど上がらなかった手をこのみんな触って今ねテレビの前みんな触ったら痛いと思いますこれね。ちょっと違和感があったりとかねそこを当てただけでどうなるかお願いしますはきましょうほら耳の後ろまで行ったらびっくりごめんなさいねちょっと近づいて触りますよあ、だんだん僕あれだからねあれだからちょっと口を塞いできますね今まではここにごめんなさい入りますねこんな感じで がでできてたんすよ、洋服の。体の内側にこうやってギュッて洋服だったら分かりやすいですよねごめんなさいね触ってこんな感じでしわができてたんですこれを当てることによってこれをブワーって当てることによってこうやってまっすぐにこういうしわ伸ばしが体の中で起こったんですしわがあるってことはこう引っ張られますから当然シャツはなくなっちゃいますよねこれれれがパてて離まっすぐになば、 この辺かいとこダメなんですよこのストッパーストッパーが外れたような感じをしますしわ伸ばしをして体の中に腕が上がらなくなるロックがかかってるところをこのディープアタッカーを使って鍵を外ししまたそれによって手が上がるようになったんですよ手品でも何でもありません体が開かなくなる手が上がらなくなる足が開かなくなる使っててよかったからこれ結果です すばらしいでしょで、まあ、もちろんストレッチとの、ね、併用なんですけれども、まあ、一時的とはいえ,えあそこまでぐっと上に上がるってすごいですよはい、うん、これ上がることによってい、うん、そうしながらと可動域が上がってるから、うんうん、物を取る時に。